石川先生がおるはずだが。おらぬか。誰か見たやもしれぬな。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。先生が危ない。その怪我、かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴へゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。
どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。影、さあ。巴は蒙古に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの、たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、人殺しではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。ここで死すべき方ではなかった。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もう着くぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、
策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。蒙古流の弓術、雪中だ。日本式との名。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。確かですか？調べましょう。主の受けた苦しみ、奴らに味わわせよう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ。さらに増えるな。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。
その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。するのは槍川の怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。先に行っておれ。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でも
ただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より民、これを下へども、功は志村の勢いを妬めり、事業を取り戻さんとて功は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より功を滅ぼせり。松子の意地で時より功、苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より功への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より功の怨霊は憤怒の舞にて受けたも。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと。怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる。怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。怨霊への供物か。ここへ。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。
坂井様、何かご用ですか？ここに何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？モアコの患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。モアコに通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ？以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓？誰のものだ？藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営のものは特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば？有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。走れ、影！
怨霊に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。助けて、出してください。落ち着け、鍵を開ける。盾か、技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した。馬までも殺したのか。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。
怨霊め。どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが。社に備えられていたものだ。槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。どこではないか。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。もし金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。
し、さ、酒井様。金剛の庭を探しておるのだが、この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。音量がかけていきました。姿を見たのか。行き先は金剛の庭の方です。不気味なほど蛍が集まっております。ここに違いない。社だ。だが音量は。俺に当ててある。槍川の音量に取り殺されろ。お前が音量だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。何をしている。見極めておる。これで終わりだ。違う。死ぬのはお前だ。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。憤怒の舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。